豊タカ小気候は山口県豊浦郡豊浦町出身で四頃山部屋に所属していた元大相撲力士。引退後は年寄り立田川として後進の指導に当たっている。本名は山本洋介。現役時代の体格は身長186センチメートル、体重151キログラム、特異種は右四つより左前ふんどし。四個名の由来は 豊川は合併のため消滅した豊浦町から、まは本人の心、昭は大正、木は物事の始めを意味する。出身校の監督の一時、行は父から一時をもらったもので、父母へのご礼に従うという意味が込められている。最高位は東小結び。趣味は読書、史跡巡り。地元の旧豊浦町立豊浦中学校には校庭に、 立派な土俵小屋があり、山本少年はそこで高校生らと混じって鍛えられ、地元の大会でも優秀な成績を収めていた。その時の後輩には、境川部屋の豊響がいる。中学卒業後は誘いを受けた埼玉栄高等学校に進学し故郷を離れた。埼玉栄高校では全国大会に出場して活躍し、 学業では学年約1600人中一桁の成績を取るなど、文部ともに優秀であった。その後日本大学に進学、入学当初からレギュラー格で活躍するも、放課式園の悪化により1年で相撲部を退部。一時は相撲を諦め、警備員や飛び職など、アルバイト中心の学生生活を送っていた。相撲を辞めて、以降、 在学中はバイクをたしなんでいたという。日大相撲部の同期には白石や里山がいる。放課式園の状態が良化した頃、白石と里山の大相撲入りに触発され自身も再び相撲を志す。大学を中退してアルバイト先の社長の紹介で開設されたばかりの四頃山部屋に入門し、2004年3月場所に前相撲から初土俵を踏んだ。この時、 新弟子入門期限間近の22歳11、ヶ月であった。約3年相撲から離れていたこともあり、入門当初は母校でもある出稽古先の埼玉栄高校で、エースの沢井豪太郎に歯が立たず、1年生のサノマ・ィンリー・ジュニアに際分が悪いなど苦労したこともあった。入門当初の豊か魔性に対する志ころ山の当時の印象は弱かった。 幕下に上がるまで4から5年かかるなというものであり、実際に学生相撲出身者としてはまるで精細を書いた滑り出しであった。稽古で、女二段に勝ったり負けたりの繰り返しであるばかりか、初めて番付に名前が載った2004年5月場所では、序の口の土俵にもかかわらず次々と電車道で運ばれて4勝3敗と勝ち越すのが、やっとの状態だった。それでも、 新鮮だったし、充実していたと後年10回するところに、現れるような、ひたむきさで基礎から、みっちりと稽古を積み、伊豆つ部屋での出稽古で、各竜らと共に汗を流した結果徐々に、本来の力を取り戻し、同年、11月場所では3段目で、全勝優勝。スピード出世で番付を上げ、翌2005年1月場所、初土俵から5場所で幕下に昇進。 幕下上位でも安定した成績を残し、同年、11月場所には、東幕下3枚目まで番付を上げ、5勝2敗と、勝ち越し、続く2006年1月場所で重量に昇進した。その場所も好調で東重量12枚目で10勝5敗と、勝ち越し、翌、3月場所も12勝3敗と惜しくも重量優勝を、逃したが対象した。5月場所、 初土俵からおよそ2年で新入幕。20代四頃山が育てた最初の関取豊間章の入幕は山口県出身力士としては35年ぶりだった。そのため地元級豊浦町とそれを引き継いだ今の下関市はもちろん山口県全体で応援をしている。NHK 山口放送局のニュース番組では場所中連日その日の取り組みの結果が 豊響きや他の郷土力士の文と共に伝えられ、特に山口845ではトップ項目で扱われる日もある。新入幕の場所で足を痛め、また立ち合いに迷いが出たこともあって、入幕直後は回でややもたついていたが、入幕4場所目の2006年11月場所は一躍成長を見せた場所になった。初日に豊の島に敗れたが、 その後は11日目まで10連勝で、全勝の横綱、朝昇龍を追った。12日目に、初めての大関戦となる土地集との一番に敗れ2敗に、交代したが、その先も崩れず、優勝はならなかったものの14日目まで、朝昇龍の優勝を引き伸ばした。12勝3敗の優勝時点の成績と、相撲内容が評価され、関東賞と技能賞を同時に受賞した。 2007年1月場所は、西前頭4枚目の地位で3日目には大関、こと、欧州を初対戦で破ったものの、7勝8敗と、負け越した。翌、3月場所は1月場所に続き、こと、欧州をはじめ、幕内上位力士を相手に、内容のいい相撲で好成績を残し、11勝4敗の、好成績で2度目の技能賞を受賞した。新三役の可能性があったが、 西関分けで七勝八敗だったこと正義区が、西小結、西前頭筆頭で八勝七敗だったというのが、東小結となったため、翌五月場所は、東前頭筆頭に末え置かれた。九月場所でも西前頭筆頭で八勝七敗と、勝ち越し、新三役への昇進が確実と見られたが、西前頭三枚目で十勝五敗のこと正義区が、西小結となったため、 11月場所での小結び昇進は見送られた。翌2007年11月場所では、東前頭非頭で3勝12敗、翌2008年1月場所では、西前頭7枚目で4勝11敗と2場所、連続で大敗を起死した。後に、この不振は、血中コレステロール値の異常と、その投薬治療によるものであったことが明かされた。投薬治療を食事療法に切り替えてからは、 3月場所、5月場所、7月場所をいずれも9勝6敗と勝ち越した。2008年、7月場所後に、左手首を手術したが、術後の経過が思わしくないため、翌、9月場所は、西前頭2枚目の地位ながら、地震初の球場。幕尻に下がった2009年、1月場所は11勝4敗の、好成績を上げて2度目の関東賞を受賞した。 2009年3月場所は6日目からの9連勝で11勝4敗の高成績を上げ2場所連続3度目の関東賞を受賞。5月場所は新三役の可能性があったが、東前頭筆頭に据え置かれた。初日から14連敗と苦しんだが、千秋楽の吉風戦に勝利して1991年、7月場所の遺体以来となる15戦全敗は免れた。取り組み後、 豊か魔性は涙組み、館内は大歓声に包まれた。2010年5月場所で、東前頭2枚目に番付を上げたが、場所前に首を痛め、初日から一勝もできないまま7日目から休場した。2010年7月場所では、東前頭13枚目まで番付を下げたが、初日から10連勝し、優勝争いに加わる。14日目の特瀬川線に敗れるまで、 幕内優勝の可能性を残し、最終的には11勝4敗で4度目の関東賞を受賞した。2010年11月場所前には、深刻なアクシデントに見舞われた。10月23日の秋巡業、天ヶ崎場所で右足親指の傷口からバイキンが入る、破傷風で、30日に突然41度を越す、高熱が出た。病院に駆け込んだが、 一時は意識を失うほどの重い症状で生死をさまよう体験もした。豊か心症自身、サンズ川で死んだじいちゃんが出てきた。あんなことは人生で初めてだった、と語ったほどだった。3日間高熱は引かなかったものの感知して退院。場所前には出稽古ができるまでに回復した。同場所では、 東前頭3枚目で7勝8敗と負け越したが、2大関に土をつけた。なお、こと、欧州戦の勝利は2007年3月場所以来、バルト戦の勝利は2006年11月場所以来。2011年7月場所は、東前頭9枚目で11勝4敗の成績を上げ、5回目の関東賞を受賞した。翌、9月場所では、 東前頭筆頭で10勝5敗と2桁勝利を挙げ、同年11月場所でようやく待望の新三役昇進を果たした。なお30歳6ヶ月での三役昇進は、1958年以降初土俵の力士としては第4位の高齢昇進だった。しかし新小結びの11月場所は、初日から7連敗を喫し、4勝11敗と大きく負け越した。 5月場所、11月場所で小結びに復帰したが、いずれも4勝11敗に終わった。翌2013年1月場所は、左肩腱板断裂により全休し、翌3月場所は、初めて重量へ陥落。その場所も怪我が感知しなかったため全休した。幕下落ちも懸念されていたが、翌5月場所の番付は西重量14枚目と重量に、とどまった。 同場所から2場所連続で9勝6敗と勝ち越し、9月場所には西前頭13枚目まで大きく番付を上げた。西重量6枚目から9勝6敗で9枚の上昇は異例である。その9月場所では9日目に左肩のテーピングが取れ、10日目に1年ぶりの幕内勝ち越しを決めるなど調子を万全に近いところまで戻した様子が伺えた。 最終的に10勝5敗と2桁勝利を挙げた。2014年1月場所前の1月3日には、中水炎の手術を受け、場所直前の様子は師匠によると、手術した傷口がまだ塞がっていないので、今場所は途中から出場することも厳しいと思う、と言い,い、このため豊か魔性は1月場所を休場することを選択した。翌、三月場所は二度目の重量陥落となったが、 一月場所中から、すでに稽古場に降りていたこともあり、絶好調で格の違いを見せつける相撲を展開。初日から14連勝して千秋楽に、北の富士賞に王手をかけたが、大道に敗れて、全勝優勝はならなかった。それでも、堂々14勝1敗で重量優勝を飾った。東前頭7枚目に、地位で迎えた同年五月場所の途中、同郷の元大関であり、 理事長経験者でもある仙台離れごまこと解決が休止するという秘宝に見舞われたが、最終的には9勝6敗の勝ち越しを果たす。なお、場所途中に解決の不法が伝えられただけに、この場所の9日目に、同じ山口県出身の幕内力士であるという響きと対戦したことは話題になった。東前頭二枚目まで番付を戻した七月場所は五日目の春間富士戦で、 右膝前十字人体損傷など右足を4箇所も痛める重傷を負い全治2ヶ月の診断を受ける。怪我については右の膝から太ももが左の倍近くも腫れ上がって自力で歩けず足の先まで痺れていると話す。結果的にこの取り組みが現役最後の一番となった。6日目から途中休場したが早期復帰に向けて 手術をしない方針を明かしたが、8月2日には手術を受けた。西重量9枚目まで下がった翌、11月場所は手術を受けた右膝の回復が思わしくないため、シコロヤマが直前まで様子を見た末に初日から休場。同日、右膝脱臼で今後2ヶ月のリハビリ過量を要するとの診断書を日本相撲協会に提出した。 翌2015年1月場所は幕下転落。この場所は初日から休場となった後、6日目の1月16日に引退を発表。年寄り、立田川を襲名した。2016年1月30日には断髪式が行われ、約300人がハサミを入れた。断髪式は全席の観客に見やすくするため、正面東後正面に正面と向きを、 変えながらの、いわゆる回転式で進行したため、これがおそらく各開発の試みであるとして、話題となった。平成22年度大相撲力士名館には、得意技が、左前、三つ、寄りであると表記されている。守りの硬さを生かした取り口である。立ち合いのあたりは、あまり強くなく、押し込まれることも多いが、頭をつけ低い姿勢を常に保って、攻撃をしのぎ、前へ、 ふんどしを取って攻めるなり、相手の引きに常時をつけを生かして押し込むなどして、反抗に転じる。この取り口は前に落ちることの少ない足腰の強さに、支えられている。だが、師匠のしころやま曰く相撲感が悪いことが弱点で、あり、稀勢の里と共に相撲感の悪い高齢として、扱われたこともある。ややもすると受け身になりがちな取り口でもあることで、いつしか、 守りの豊か心象と言われるようになったが、2009年5月場所戦集落に幕内解禁全敗を回避した白星を得たことから心境が変わり、2010年7月場所では積極果敢な攻めを生かして初日から10連勝する2010年11月場所のバルト戦などで仕切り戦から大きく交代して、相手がふわっと立ったところを一気に攻める奇襲を行うなど、 取り口にも積極性が増した。5月場所と11月場所には相性が悪く、幕内では5月場所での勝ち越しは2008年と2014年の2度、11月場所での勝ち越しは2006年の1度しかない。逆に、3月場所と7月場所には相性が良く、幕内では毎年9から11勝を挙げて勝ち越していて、引退まで解禁の負け越しがなかった。 太横綱戦は22戦全敗と、太横綱戦未勝利の記録としては2019年、7月場所終了時点では、ワースト3位の連敗記録。左手で、関節三角線組軟骨複合体、損傷術後により初日から、球場頸椎粘座により7日目から、途中球場左肩腱板断裂により初日から、球場左肩腱板損傷により初日から、 球助中水演術後により初日から球助。右膝前十字人体損傷により6日目から、途中球助右膝脱球により初日から球助。右膝脱球により初日から球助。ありがとうございます。